今回はテニプリが業界に起こした影響についてネットの声と語り合っていくじゃねえの。対戦よろしくお願いします。そりゃドラゴンボールやワンピースにはかなわないけど、新テニスも合わせると25年以上の連載、累計発行部数6000万部以上、テニスの人口の約120万人増加、キャラソン楽曲約1000曲、ミュージカル動員数250万人、アトベ様、メディアミックス含めて現実に影響を及ぼした伝説も多いけど、ジャンプ作品だと大体どれくらいのランクになる？投稿者はワンピースとナルトとブリーチが看板だった世代の民なんだが、これらを S ランクとするならばテニプリは上位 A ランクくらいだな。当時のジャンプの中では遊戯王と同じくらい楽しんでいたぞ。ガンガンでハガレンやスパイラルと東京アンダーグラウンドにドハマりして、ジャンプでテニプリと満金に使ってた時代の民ですからね。テニス人口の増加、×120万人、丸140万人。テニニャ、×250万人、丸300万人。これが正しい、ちょっと少ないぞ。当時は一緒にアニメやってたヒカルの碁の影響もあって、学校ではテニスと囲碁が流行りまくってたんだよな。不登校のくせに学校生活を語らないでくださいよ。改めて見ると化け物だな。少年漫画史における女子受け絶品の第一人者みたいな部分もあるしな。当時は今ほど安価なグッズが豊富じゃなかったので、下敷きとかファイル帳に入れて保存していたんですよね。好み先生も長者番付に名を連ねてたからね。自宅にはテニスコートがある、みたいな話を聞いたこともあるしな。満金の武井先生の自宅もめちゃえぐいですし、きっと好み先生の自宅も相当異次元なんでしょうね。本当にすごいし楽しませてもらってるけど、キャラソン選曲はびっくりするし笑ってしまう。テニプリ好きになって25年くらい経つけどキャラソンは全然知らないんだよな。藤くんがなんか黒い雨を降らせる曲と私服がダサいメガネの曲しか知りませんからね。キャラソンの数千以上って何もアイドルコンテンツより余裕で多そう。もしかしてアイカツより多いのかな。そりゃ余裕で多いですよ。そもそもキャラ数が違いますし。アトベ様はちょっとすごすぎるからな。2年くらいほど前の建国記念日に東京なのに雪が降った時はさすがに驚いたな。来年はどうなるんでしょうかね。遊戯王しかりここら辺は単純な売り上げ以外の影響力が強い。我らゆとり世代はこの辺のデカすぎるコンテンツの成長とともに加齢してるので強い。急に Z 世代にマウント取るのやめてくださいよ。ちなみにアトベ様の伝説の一部コピペ、アパレルブランドと単独コラボ、建国記念日にリムジンが都内を走行、誕生日にホテルとコラボ、クイーン誕生をお祝い、アトベ財閥、東映と業務提携、アトベ警護 CEO が最高責任者、アトベ警護カフェ、単独 CM 出演、誰よその女、アトベキングダム建国記念リング、ソロでテレビジョン裏表紙、まるで漫画のキャラみたいだな。いや一応漫画のキャラだよ、漫画のキャラだよなアトベ様って。昔はその辺歩いてればアトベ様のなんかがありましたからね。実質二次元版のジャピーズ、みたいなものでしたよ。ファンの結婚式に参列するアトベ様好き、あーんって文頭につけるだけでもう面白い。もしろミフェル様に負けたらインターバルでファン差したせいって考察する予定でした。本当に買ってよかったですね。何枚もアルバム出してるキャラが複数いるスポーツ漫画コンテンツってなんだよ。もしサブスクが解禁されたらまた時代が動きそうだよな。だとしても全曲聴き切る自信はないですけどね。1000曲超えとなると寿命との戦いになりそうです。ジャンプスポーツ漫画では客ツバスラダンに次ぐレベルじゃね。今ならブルーロックと競い合えるレベルだろうな。いやそれジャンプじゃなくてマガジンですよ。ジャンプなら発給とかじゃないですかね。ミュージカルの影響はでかいでしょ。テニプリ以降いろんなジャンプ作品のミュージカルするようになったし。字幕版ミュージカルにはお世話になりました。まあこの辺はマジのクソにわかですけどね。2.5 次元の先駆けの一つだと思う。ジャンプにおいてはドラゴンボールやワンピースとも違う方向でレジェンドだよ。ミュージカルは原作通りにやってくれればな。昨年は氷堤の関東初戦敗退を視野直行で脳天をぶち割られ、今年は代表決定戦大胆カットでドン引きしてましたからね。真面目にテニプリより上と断言できるのは数えるほどしかないと思う。方向性がちょっと違う気はするが。伝説のドラゴンボールにはさすがに勝てないからな。売り上げじゃなくて戦闘ならワンチャン勝てるかもだが。なんでテニス戦士が戦闘民族に挑める感じになってるんですかね。単純に漫画の部分だけ切り取っても6000万部は強すぎる。6000万部ってどれくらいなんだろうな。花壇と同じくらいですね。今なんでもミュージカル化するけどテニプリでめちゃくちゃヒットしたからだっけ。あとキャラ作りすごいなって思う。あれだけ大人数いてそれぞれ個性立ってるのすごいことだよ。女性向け作品はとりあえずミュージ
カル化で正解だと思うぞ。同じ公園に何度も何度も通い詰めることが女性ファンさんたちのステータスみたいだしな。実質格安なホストクラブみたいなものなんですかね。今は独立した人気を確立してるけど、確か初期はポスターがアニメのものだったり、公演の締めが富士、龍馬役の決める詩によるアニメ初代エンディングテーマの歌唱だったりと、アニメとのタイアップ色が結構強かったんだよね。ああ、だから初代公演ではカラオケタイムがあったんだな。っていうか、あれってご本人だったんですね。富士くんが人気ゆえに歌ってるだけだと思ってました。少年漫画しかも全部作品で乙女ゲームが出るってのも異様よね。最近例の超大物配信者が実況してたやつだな。名前呼んでくれるシステムで大爆笑でしたね。前にアトベ様の声優の諏訪部さんがテニプリは女性ユーザー消費を喚起するビジネスモデルを確立させたって言ってたから、この辺の功績は大きいのかな。平成を生きたアラサーの腐女子は大体テニプリを通ってるだろうからな。富士先輩は平成の義務教育です。 2.5 次元人気開拓、キャラソン人気開拓、少年漫画の乙女ゲーム開拓、単純に漫画として6000万部もすごいけど、それ以外の部分の影響力はとてつもなく大きいのでは。女子受けコンテンツに関しては間違いなく開拓の第一線を走ってきたと言えるだろうよ。まあ、アニメ化からいろいろやって女子向けシフトが進むにつれて、男はテニプリ好きだし読んでますって言いづらくなった傾向もありますけどね。確かに関東中盤から全国大会あたりからは公然でテニプリ好きって言えなかったからな。キャラにさばききれないほどの大量のバレンタインチョコが届いたのってテニプリが初？そもそもバレンタイン企画自体テニプリが初じゃないかね。次集計するときは子供に気を使ったブリーチみたいに複数票も一票計算で集計してみてほしいですね。CD TV でテニプリキャラソンばっかりランクインしてたのすごいよな。何も得点ないのにめっちゃ売れてた。藤くんとタカさんがアーダーコーダー言ってた曲はランクインしていたんだろうかな。その辺はコメ欄のプロに任せましょう。我々では曲名すらわかりかねますし。そしてやっぱミュージカルの開拓はでかいな。登竜門的な立ち位置でもあり、演出面でも先駆けをしてたりする。ライトをボールに見立ててラリーとか、実際に物がなくても漫画を再現できるっていうのは画期的だったし、今にも繋がってる部分よね。新手にメニで徳川兄貴がジーニアス店にリンチされてたのはさすがに笑っちゃったけどな。みんなテニスなのに海賊みたいな装備してましたからね。アトベ様はジャンプスクエアもジャックするからね。まるで主人公みたいだ。令和でもこのレベルの催しが見たいものですね。しかしながら今の話題はミュージカルばかりだし、やるにしてもそっち系になっちゃうんだろうな。テニメも若手の登竜門って言われてるし、有名俳優も出てるからね。我らが桐山蓮さんもテニメ出身だぞ。空中戦最強の向井学徒くんを演じたあの志尊淳さんもテニメですしね。ミュの客多分高校生とか20前半の子がほとんどっぽくて想像以上に若くて驚いた。20年以上続いてる作品なのに未だに若い層取り入れてるのすごいと思う。いや、そんなことはなかったと思うけどな。普通に30、40代が中心だった記憶しかないぞ。武道館のやつもそんな感じでしたよね。周り全員明らか年上マダムでしたし。むしろ20代なんて見たことがな。これ以上はやめましょう。命がもったいないです。どこまで大きくなるのやら。龍馬ならきっと俺は上に行くよって言うんだろうね。たまには年相応に中年すぎる夜間吉も見てみたいけどな。いや、炭酸きついからって麦茶しばく夜間吉とか嫌なんですけども。アニメ以外のメディアミックスを切り開いたレジェンドってイメージあるわ。スラダンができなかった日本〇〇協会の協賛もやってたしな。まあ、テニスって競技を流行らせたのは事実だしな。日本〇〇協会も推薦せざるを得ないってことだろうよ。放送当時はトイザラスにラケット売ってましたしね。カードゲームも出してたし、なんでもありなのほんとすごいわ。確かコナミ三世のカードゲームだったよな。1ターンが異様に長かった記憶がありますね。他の漫画家からテニプリ〇〇周年おめでとうイラストが寄稿されてもいいのにまだないんだよな。さすがに連載が終わったらなんか来るんじゃないですかね。個人的には久保先生が描く花村先生が見たいぞ。ピンポイントすぎて絶対無理ですよ。単純に個性的なキャラクターを数百人生み出せるのが漫画家としてすごいと思う。魅力あるキャラを作り続けるのって難しい。あのハイローのキャラデザやチーム構成にも好み先生が関わってた説があるらしいしな。チーム分けの極意かなんかを教わってた説はありそうですよね。三代目のライブに呼ばれてたので何らかの関係があったのは確かですし。プロフィール欄がここまで充実してる漫画は他にないと思う。キャラの情報だけである程度考察できるのは大きいよな。例えば毛利先輩は片親で支店法事から立会に転校しているので、離婚などが原因で練習をサボり出した、って考え方もできそうですからね。アトベ様の伝説は語り尽くせない。ジャンプコミックス初のリバーシブルカバー採用されたとかでも弱すぎる。まあ、テニプリの伝説といえばアトベ様の坊主ショックは欠かせないよな。ただの解説動画なのに10万再生いけましたからね。
坊主は戸部様にショックを受けたお姉様たちが一斉に個人サイト閉鎖したとかいう逸話。夢女子も腐女子もまんべんなく虜にするは戸部様すげえや。腐女子と夢女子ってなんか違うのか？女性視聴者が多い頃に違いを調べたんですが、すいません内容忘れました。キャラを好きになる可能性が多いのがいいと思う。原作であんま活躍してなくてもキャラソン聞いて好きになったとかミュージカル見て好きになったとか結構聞くし。まあキャラファンが多いのもテニプリの特徴の一つだからな。財前くんなんてまさにそれですからね。原作だけでは人気の理由がわからないキャラは大体テニスミュージカルか薄い本です。男からするとテニプリはギャグとかキャラ同士の絡みが男性脳だからギャグバトル漫画として読めるんよ。逆にハイキューリボーン黒子鬼滅とかはギャグとかキャラ同士の絡みが女性脳でうってなるとこうって読むのやめちゃったりする。あのキャラ同士のじゃれ合い？賑やかし？が臭くて受け付けない男多いから。うわすごいわかりやすいやつ来たな。テニプリは不向けではあるけど絡みはワンピースやドラゴンボールよりですからね。まあそれでもやはり男性には避けられがちなのが事実ですが。でもここのチャンネルは9割男だけどな。あ、これもうわかんねえですな。対戦ありがとうございました。本日もご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価を押していただけると幸いです。あとよければ Twitter、インスタ、Twitch もチェックしていただければと思います。動画のリクエストは Twitter の DM でのみ受付中です。それではまた次回の動画でお会いしましょう。